コストパフォーマンスとかタイムパフォーマンスという意識をすることが当たり前の世の中になってきているような気がします。そこでなんで無駄を残すのか、無駄を削ることが悪い面をもたらすというのは何なのかということをお話ししています。相談で、初めて選挙に行きました。余計な施設を廃止したり居眠りをしている議員を追い込める優秀な人に投票したのに、結果はずっと続けている人が当選しました。どう考えても世の中が良くなる人に年上の世代が投票しないことに腹が立ちます。ちょっと途中を中略となりますが、なぜですかというようなお話です。このサイト、コタのサイトでは一応政治とかっていうのは環境とかによっていろいろ考え方が変わったりすると思うんですけど、どんな時代とかなるべく環境が変わったとしても変わらずに、手に入れられるような幸せの作り方を記録したいという願いがあるので、個別の、そうですね、大まかな考え方をお話しするんですけど、個別の例えば具体的な名前を出すというようなことはちょっと省略させていただこうかなと思っています。で、今回の疑問について言うと、おそらく納得できないことへの不満を知ってほしいっていうのが一番にあるのかなとは思っています。ただ、そういった考えは全然あっていいと思っていて、でも余計な衝突とか誤解を招かないように、いただいたご質問が例えば案に察してほしいっていうものを含んでいても、それを俺の方でちょっと削っている部分があります。これは本当衝突とか、そうですね、察して察してになってしまうと誤解を生んでしまったりするので、そのまんま文字の通りのまんまにちょっと一旦受け止めさせていただけたらなと思っていて、で、今回もご相談いただいたその方へそのままの答えとして、何かヒントになればなと思ってお話しします。どうしても、おそらくご相談いただいた方の望みとは逆の話になってしまうんじゃないかなということはお許しいただけたらと思っていて、代わりに本当何かヒントになったらいいかなっていう気持ちで話しているので、なるべくリラックスしてお話を聞いていただけたら嬉しいです。まず居眠りの理由っていうところで、これちょっとまた個別の話に近いような感じになっちゃうんですけれども、そうですね、居眠りをまずなぜするかというところで言うと、もちろん印象は非常に悪いことですよね。でもそれは本当にそう思います。寝ている、仕事中に寝ているということにはなるので、ただ議会で寝ているっていうことに関して言うと、そうですね、議会の場合は原稿をもとに一言一句全部こうあらかじめ決まったことをやり取りするっていうのが基本になっているので、だから眠りやすい環境にあるっていうのは事実かなというふうに思うんですよね。そうですね、だから居眠りをしてないとしても本質的な変化っていうのはあんまり望めないのかなというふうに思っていて、だからそこであんな大事な会議で寝るものはというふうに結びつけていくのはちょっと無理があるかなというふうに思っています。日本の議会とかの構造とかの長所とか、マイナスな点っていうのはちょっと本題からどんどん離れていく政治経済の話になってくると思うので、一旦ここでは、削らせていただけたらと思うんですが、税金を使ってね働いてるんだからっていうのはもっともで、でも目に見える範囲でとにかく何かがむしゃらに動いてればいいっていうのもまた体育会系的というかブラック企業的な何かを感じるところがあって、何かすることが余計になことを生み出すこともあると思うので、例えば、営利企業、普通の、世の中にある普通の会社とかであれば、その無駄をカットする、コストカットしていくっていうのは、当然かなというふうに思っていて、そこで効率化を目指してなるべく収入を多く得ていくっていうのは、これはもう企業としてはある意味当たり前なところだとは思ってるんですけど、ただ行政とかっていうのは
営利企業ではないんですよね。例えばその加熱する営利企業同士の競争みたいなことによって観光バスがね、路線バスから観光バスに参入して大きな事故、死亡事故を起こすみたいなこともあったりとか、まあ、例を挙げればきりはないと思うんですけど、そういう営利企業同士のお金儲け企業同士の結果事故が起きてしまうっていうことは過去にもいろいろあって、そんなその企業同士の調整を行ったりとか、あとはそのこういった企業に来てほしいっていう誘致をしたり、さっき言ったようなその安全とか、あと、ちっちゃい会社だからどう頑張っても利益が出せないところをうまく手を差し伸べてあげたりとか、そういう公平性っていうんですかね、っていうのを保ってあげるのが、まあ、行政には役割としてあるかなと思っていて、であともう一つは災害時とかそういった時っていうのは平常時の何倍もこう人数が必要になってくるというところがあるの でそこではやっぱり例えば電気も遮断されてるとか、いろんなこう状況が考えられて今までにないような状況が生まれたりとかしてしまうので、だからある程度のやっぱり余裕っていうものがないと、まあ、災害時と緊急時っていうのに積んでしまうと。で行政が積んでしまうとどうなるかっていうと、そうするともう営利企業が調整するってことは難しくなってくるので、例えば行政が機能しなくなると、まあ、配給する食べ物とかの、まあ、略奪とか、あと暴動みたいなこともどんどん生じてくる可能性っていうのはあるのかなと思っていて、でこれ、まあ、一つの例として働きアリって、まあ、結構ずっと働いているイメージがあるかと思うんですけど、実はあれも全員が全力で働いてるんじゃなくて、意外と怠け者の人がいると、人じゃないね、アリですね、怠け者のアリがいるという、そういう研究結果があるみたいですね。なんで全員が全力でギリギリで働くっていうのは、それはその企業効率とかっていう点ではすごく効果的なんですが、まあ、緊急時ではそういった時にもこれ以上頑張れないというので、その種が滅亡してしまうという危機がある。なので、まあ、それは人間に置き換えていっても一緒かなと思っていて、そういったことを例えば災害時に見てきている人は、まあ、そう受け止める人もいるだろうというところですよね。そして教育とか政治っていうのは、例えば10年20年50年100年そういった先を作るものだと思っていて、築き上げてきたものっていうのを、まあ、例えば簡単にその場が苦しいからと売り払ってしまったりとか、あと壊しちゃうということをすると、それ自体は、ね、売るのとかは全然簡単なんですけど、何百年かとかの間に築き上げてきた歴史の中で、まあ、そういう文化とかがあって、それが今だけが特別苦しいっていうことの判断で、その過去の積み上げてきたものを全て売ってしまったりすると、まあ、それはもう取り返しがつかないことになってしまうというところで、そうですね、最近だからその苦しいっていう時代は確かに苦しい面もあるとは思うんですけど、俺なんかも親とかあと教師とかから今の時代はかわいそうだと、自分たちの時代は良かったよ、今の人たちはかわいそうだね、不幸だねと、これからの人たちっていうのは未来がなくてかわいそうだっていうのをいろんな方向から言われてたことは、まあ、想像の前にまず実感として一つあって、でそうするとやっぱりずっと言われてると分かるんですけど、この自然となんか今そうなんだ、苦しい時代なんだっていうのはやっぱ大前提になっちゃうんですよね。でそれを思い込みっていうのは絶対にあると思っていて、で幸せの、まあ、受け止め方っていうのによっていろいろ幸せっていうのは変わってくると思ってるんですけど、ただその苦しいよね苦しいよねって言われてると当然苦しいことが前提になってきてしまうので、その、ね、苦しいよねって言ってくれた人はその人なりの優しさ思いやりで言ってくれたんだと思うんですけど、でもそれも積み重なっていくと暗示のようにこう不幸だと信じきってしまう環境が生まれてくるのかなと思っていて、でまあ、そこまではいいんですけど、そういった降り積もったこう劣等感
の気持ちをまとめてうまく利用するリーダーみたいなものが現れてくると、当然結託したくなる気持ちにつながってくるので、そこが使われちゃうっていうところは一つ危機としてあるのかなと。で、ただ一つここで落ち着いて考えてみた時に、本当にまあ不幸なのかどうなのかっていうところですよね。自分の人生は自分が生まれてから今までの間でしか実感が湧かないわけで、でも翻ってみればそんな大昔までいかなくても、例えば人間一生分、例えば一人だったら80年とかの人生にも満たないくらい、今から80年前とか100年もいかないぐらい前の間に日本でも戦争があって、で明日の食料もありつけない日が続いていたっていうのところがあって、で例えば今のあなた、今の俺は明日の食料に困るほど苦しいかと聞かれればそうではないと思うんですよね。もし食料にありつけないっていう場合は、行政の方に相談していただければ解決できることがあるので、で過去の苦しんだ時代っていうのは行政も手を差し伸べてくれることがなかった、自分たちで何とかしろっていうところですよね。だから盗んででも生活しないと、まあ、生き延びられないというところがあったのかなと思っていて、だからそこまでではないっていうことも一つ言えるのかなと思うんですよね。だからその場だけのコストパフォーマンス、タイムパフォーマンス、コスパタイパっていうのは、長い未来までの道のりで考えた時に、まあ、長いって言ってもね、自分の人生の間に起こることだと思うんですけど、そういった時に言ってみれば、そこで削ぎ落としてしまうと、今まで積み重ねてきたかけがえのないものを失うって、でそこはもう補えないもので補わなきゃいけないっていう、それこそ借金みたいな状態がどんどん増えていってしまうんじゃないかというところはあるので、だからやっぱりそう考えると、今が一番不幸なんだっていうふうに考えてしまうのは、よっぽどのなんかこう世界中の窮地みたいなものに至ってない限りは、あまりそういう判断はしない方がいいのかなっていうのはありますよね。で、例えばあとは無駄っていうのも、誰かにとってその無駄は必要な可能性があるっていうふうに考えてもいいのかなと思っていて、まあ一つね、あの美術館とかはなくそうっていうふうにしてる方もいましたが、あの美術館なんかなくてもいいっていう言い方は一つできるとは思うんですが、ね、情報とかっていうのはネットで見ればいいわけだし、だけどその世の中には、言語的な思考、文字をもとに考える人とは別に視覚的な思考をする人っていうのが結構いて、でそういう人っていうのはやっぱり文字で情報をやり取りしたりとか表現することに対しては結構苦手だったりする。でそういった中で美術館っていうのは、まあ、幼い頃から築けるその数少ない、まあ、彼らで言えばコミュニケーションだと思うんですよね。そういった場所なのかなと。で特に日本の場合はアニメとか漫画で視覚思考が多いというような感じがあるので、他の国に比べても、まあ、クリエイティブな表現が昔から結構あって、そこが世界中で評価されているというところがあるので、まあ、そこを例えばあの表面上の、ね、利益だけでこう削ぎ落としてしまっていいのかってなると、やっぱりそれもまた未来にこう財産を生むものを全て、なくしてしまうという結果が生まれてしまうかもしれないと。これはちょっとね、実際の歴史の話になってしまって、これ具体的なあの年代とか歴史に関して言うと、自分の場合はこうそれこそ言語的思考が弱いのか分かんないんですけど、苦手なところがあって、ちょっと資料をちょっとだけ見ながらお話できたらと思うんですけど、あの固有の歴史の話として、あのアメリカでね、ジョン・F・ケネディっていう人が1960年ぐらいだったかなですよね、確か大統領になった時に、あの過去の何て言うんだろうな、汚れた政治というのを一掃したいと。でこう優秀な人だけをかき集めてきて、アメリカの国を立派な国にしていこうっていう確か流れがあったというのがあって、でそれ結果的にどうなったかっていうと、プライドが高くてあのミスを認めないと
でお互いその優秀な人同士でかばい合って、閉鎖的でこう公にあんまりしないっていう政治の環境を生んでったというふうに言われているそうですね。なので優秀な人だけが豊かな世界になってしまったと。だからあの多数の意見が大きなこうみんながなるべくね多数決でたくさんの人が、持ってる意見が優先されるのが資本主義社会だとは思うんですけど、その政治に参加するっていうことも孤立をもたらしていくっていうのは、まあ、取り返しのつかない結果を生んでしまうんだろうなと思うので、まあ、そういった見方もできるかもしれないですよね。対立を煽る存在に気をつけたいっていう話で最後にしたいと思うんですけど、まあそうですね、これをちょっと話すと、相談質問者の方が結構ね年齢差というものを世代とかの意識をされているようなので、あんまりこう経験でのお話をするとその差を感じさせてしまってね、余計にこうコンプレックスを強めてしまう可能性もあるんで、ちょっと言い方が難しいんですけど、ただ会社に勤めたことがある人は当然あるかなと思っていて、で、まあ、特に長く経験してるとそれはあるかなと思っていて、で会社じゃなくても小中学校高校とかでもそういう人はいたかもしれないんですけど、その一つ の会社なら会社、学校なら学校、まあ、クラスとかのとか班とかですよねの集まりの中に、今までこう非効率だったっていうことを理由に今までを否定して改革を訴えていって、で環境を全部壊してっていうことをする人が多分、まあ今まで出会ったことがなかったりとか気づかなかったとしても、この先意識して見てみると一人くらいは多分出会うことになるかなと思っていて、でそういったなんでしょうね、多分社会経験をしばらくしてるとそういったなんか苦い経験今まで積み重ねてきたものを、まあ、壊してそれでうまくいくんだったらいいんですけど、壊すだけ壊してで その結果あまり生まれないとか継続しないっていう経験をしている人は結構いるんじゃないかなと自分の身の回りでは結構聞いたりするので、だからその継続ができない候補者が信用できなかったってなるのも、まあ、不思議はないのかなと思ってるんですよね。まあ、安定した社会では専門の人に何かを任せることができる、例えば、ね、エレベーター乗ってる時にエレベーターが壊れちゃうかもしれないなんていうことを想像しなくても安心して乗ることができるっていうのは、まあ、政治の場合も、まあ、言ってみれば選挙に興味が薄れるっていうことにつながってくるのと一緒で、これは一つの考え方としてはあると思うんですけど、さっき言ったその営利企業とまた違うことの特性の一つとして、まあ、行政とか政治っていうのは、まあ、干渉していかないと先ほどねアメリカの例で話したようにどん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 閉鎖的なものになってしまう可能性もある、そういう危険もあるので、まあ、選挙にご質問者の方が選挙に興味があるっていう時点ではすごく立派なことだなと、なかなか投票行くっていうのもただね紙に名前を書いて投票箱に入れるだけだけど、まあ、それがね直接自分に、まあ、その場の利益になるわけではないから、そこでその先を考えてやっぱり行動しなきゃいけないっていう点で結構人によっては負担がかかることだと思うので、まあ、その投票に行ったということだけでもかなり立派な話だと思います。例えばネットとかの情報化時代、断片的な情報だけでそれを全部だと思って飲み込むんじゃなくって、選挙の時だけじゃなくって日頃の議会のこととか、まあ、で全部は無理にしても日頃から耳を傾けていって発信者メディアとかに惑わされないで継続して見ていって、それが、まあ、自分の言葉でなんとなく説明できるぐらいに持っていって、いろんな方向に理解を重ねていくっていうことがすごく大切かなと思って、いろんな人の気持ち、ちょっと自分に合わないなと思う人の気持ちも一旦想像してみて、で翻って自分がどこに投票すればいいかっていうのを考えれば、まあ、自分とか未来に希望が生まれるかなと思っています。
世代間であんまりね対立意識を生んだとしても、結局は自分の方も失うものが大きいじゃないかなと思っています。で、政治関係とかではなくても、まあ、これはもう何についても言えることになるとは思うんですけど、今のそうですね、他人だけじゃなくって他の人が作り上げてきた過去とか現状っていうのを、その対立は追って共感を得ようとする人に対しては警戒しておくと身を守れるかなと、身を守れるというのは精神的な部分とかも守れるかなと思っていて、その人の口調っていうのが直球で分かりやすかろうと間接的にオブラートに包んでいようと、リーダーを務める人っていうのは他人の何でしょうね、過去も含めてですね、他人のこともそうなんですけど、過去の実績とかを見ている暇っていうのはあんまりなくて、それよりもこの先をどうしたらいいかっていうのを、どう考えていくかっていうところを多分見てると思うんですよね。だからその実績を本当に残せる人は誰かって言った時に、やっぱり他の、ね、過去のこととか、他の他人のことを考えるんじゃなくて、やっぱり自分を持ってる人を選んだ方が確実なのかなとは思っています。 でもね、やっぱり人間っていうのは悪口に吸い寄せられてしまうっていう分かりやすい部分があって、でそれは例えば配信とかでもそうだろうし、動画ね、投稿された動画とかでもそうだと思うんですが、どうしてもこの自分のね特有の考えっていうのを言うと共感されることはなかなか少なかったりとかして、で一時発信者の人っていうのはね、むしろちょっと変な人みたいな感じの扱いを受けちゃったりするぐらい、他に似たような考えがないからこそ変人扱いをされちゃったりするんだけど、でも逆にその何かに対しての悪口を言う、作り上げた人に対しての悪口を言うっていうのは結構簡単にできて、でそれの方が見ている人もそうだそうだとなりやすいっていうのがあるので、そこに気をつけた方がいいのかなと思っていて、でこれももう本当だんだん政治の話から遠ざかっていくとは思うんですけど、基本的に人生っていうのは何かこう困難にぶつかったりとか、外部からとか自分からの事故から身を守るのは基本的に自己責任だと。でそんなのそりゃそうだろうと思うかもしれないんですけど、でも自然と例えば国とか行政とか政治とか学校とか親とかにやっぱ期待してしまうっていうところはあるのかなと思っていて、だからこのなんとなくのこの政治に対する不満みたいなものの一部として、全部ではないんですけど一部としては、逆にこう今まで日本の国とかが国民を保護したりとか救済するようにできていたことの裏返しになっちゃってるのかなとも思っています。ただこれももちろん全部だとは思っていません。俺の方も結構不満があるところもあるので、それはちょっと一旦置いておいたとして、公務員の不正を暴いたりとか理不尽さっていうのをどんどん正していくっていうのは見ていかなければいけないと思うんですけど、ただいつだってどんな時も政府とか行政が自分の思うように助けてくれるかと思ったら、それこそ非常に危険な考え方なんじゃないかなっていうふうには個人的には思いますね。それは行政もそうだけど、他人とか学校についても親についても言えることかなと思っていて、で幸せっていうのはあなたの人生をあなた自身が制御することであなたの幸せが生まれるものだというふうに思っています。でだからそう考えるとね、今感じてるその苦しさっていうのは一部分でこう自分の人生っていうのを自分で制御できていないから感じるものなのかなと。だから政府とか行政への期待、ちょっと辛辣な言い方をしてしまうと甘えみたいなものが自らを苦しめているのかもしれないですよね。で最後に、そうですね、このご相談いただいた方も俺自身もそうなんですけど、年を重ねて死にます。
で、その時に今度は自分たちよりも若い世代から追い詰められる側になったら、結局その不幸の連鎖みたいのは止まらないわけで、やっぱそれはやっぱり自分たちのところで止めようとする意識があったらいいのかなと思ってるので、だからそこはね、批判、自分と違う世代を批判するのは、例えば年配の人だったら若い世代を、若い世代だったら年配の世代を批判するのは別にいいんですけど、ただお互いを結局苦しめ合うっていう風にしたら一体何のためなのかは全然分かんなくなるので、だから数十年先を見て、自分たちよりもさらに子供とか孫とかもっともっと先の人たちを見て、そうすることでね、また自分のこの、その歴史から来るその国に生まれたことの誇りとは別で、その自分の役割みたいなものっていうことへの意識から心が軽くなっていくことっていうのもあると思うので、そういう世界を作っていけたらいいのかなと思っています。止まない雨に種をまこう、コータがお送りしました。コータのサイトではウェブサイトの更新のほか、生き方の相談、 YouTube の動画配信などを行っています。よろしければご覧ください。それではまた。